フローレンス。どうも、今回はこちらのゲームをやっていきます。もうタイトル画面から素敵なゲームなんだろうなっていうのがわかる。そうです、素敵なゲームに素敵な実況者です。あのゲーム内容としましては、一人の人生を体験できるっていうゲームらしいんだけど、世界中で評価されてんだよね。あの私年々涙腺ゆるゆるおじいになっちゃってるんで、大泣きしたらごめん。じゃあできます、ゲームスタート。もうなんだったらタイトル画面で泣けるっちゃ泣けるからね俺。もう今のでチャプター1成人期。なんか直感的に操作できるゲームっぽいんだけど、フローレンス用、あ、フローレンスっていうこの名前なんだ。7時になって、あ、7時、あ、スヌーズ機能で起きない、わかるわ。7時から俺なんだったら14時ぐらいまで起きないかもしんない。よー、フローレンス、フローレンスなのかな。で、結局7時半に起きたと。で、歯を磨く。あー、なるほど。あー、はい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 。俺が直感的にこうやってやればいいのか。歯磨きをしっかりして、うがいもしっかりするんだよ。髪ボサボサにしちゃって、もう保護者感出てんだけど、俺の。8時15分。ああ、いつも通りの日常って感じかな、電車に揺られて。うん、ツイッターか。リツイートして。どっちもやだな。なんか良さそうな写真、リツイートもいいねもしたくねえな。まあ、いいねしとくか。で、楽しそう。うん、フローレンス。他のみんなの楽しそうな写真をいいねする毎日なのか？あ、かわいいね、ワンちゃん。で、サラダ、食べ物とか載せてね。で、はい、こういう楽しそうな写真も基本全部いいね。リツイートになると他の人も見ちゃうだろうなっていうことを配慮してのいいね。で、仕事の毎日みたいな、なんじゃこれ。何をするんだ？うん？あ、そういうことか。あ、はいはいはい、神経衰弱的な感じか。で、いつもの日常、アズユージュアルってやつですね。いつも通りさと。で、2時半になって、うわ、ちょっと楽しいかも。もう俺このゲームハマってきてるかもしんない。で、お母さんの電話はあえて1回切る。またか。お母さん、OK 切るよ。鬼電、お母さん鬼電、出よっか。なに母さんみたいな感じかな。なんでもない仕事のこと。ああ、私の彼氏を見つけなくて、あんたそろそろ男のとこどうなのみたいな感じなのかな。彼氏見つけなくていいから。うん、後でまた話す。分かったって。もう大丈夫よ。なんかお母さんと子供の会話って感じするよね。ちょっと子供が強気に出ちゃうみたいな。で、お母さんはずっと子供のこと心配するんだよな。これはお寿司食べてんのか。あ、食べればいいのか。あ、食べる順番みたいな感じね。なんか、うん、なんか変な食い方してんな。俺基本一番最初に一個こっち食いたいな。で、こう回ってって最後また美味しいので終わらせるみたいな。これ食い方人によってね、性格出るよな。うん、何気ない日常で、また歯磨きか。風呂は？フローレンス、お風呂入んなくていいのか。で、これで歯磨きして、お風呂入って終わりかな。で、12時過ぎに風呂入らないんだね。今日は疲れちゃってるからいっか、たまにはそういう日があっても。で、お休みと。チャプター2、思い出。あ、これ下に、あー、今度はこうやって下に行くんだ。はあ、なんか雰囲気がいいし、操作性もわかりやすいし、ストーリーがね、こっからなんか重たいストーリーとかなってくのかな。どういう感じのストーリーになってくんだろう。掃除をしてるけど、うわあんま見ないけどね。この物置みたいなところあんま見ないけどな。いてててて、と。で、あー、昔の思い出の品が出てくるみたいな感じなのかな。あー、これ掃除止まるよ。それ一回見始めたらもう掃除しないからね。で、押していいのか。何を見つけたんだ。お、フローレンス用、7歳、子供の頃か。かわいいな、フローレンス。あ、俺が、あ、なるほど、これは、なんか、こういう、はい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 、自分で作るのね。ちょっとこれ作っちゃうか。こんないい雰囲気のゲームで気持ち悪いものって作れんだね。
プロレスほぼ1個しか使ってないよ、スタンプみたいなの。申し訳なさそうにハート上に使ってるけど、とりあえずこれでいくか。オッケー、センス、なんかちょっと怖がられそうだな。あー、次は蝶々を作るんだ。なんか難しい、俺センスがさ変なのかな。なんか、あー、これは2個になってんだ。あ、いいじゃん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 。で、こうなって、で、ここフローレンス、フローレンス、ちょっと怖いものを作ってない？フローレンス、フローレンス、なんか芸術なのかダサいのか分かんないもの完成しちゃったな。とりあえずこれでいっか、思い出だな。で、次は、お、切り絵みたいな感じのやんのかな。お母さんか。あー、勉強しなさいの毎日に変わってくるってことね。遊んでた毎日から、楽しかったなっていう毎日から勉強しなさいの毎日になり、まさかの計算をさせられる。俺結構こういう計算早いよ。非常にフローレンスいいよ。フローレンスいいね。頭いいんじゃないか、フローレンス。すごい、どんどん解いてってる。全問正解だ。でもちょっとムッとしてるね。勉強ばっかりじゃ嫌だみたいな感じで。そして、あーあー、いいね、友達ができて。フローレンス7歳。で、このゲームなんか BGM がちょっと落ち着くね。何をするんだろう。あ、こうか、時間を、あー、ちょっと、あー、なるほど、年を取るにつれて、あー、みんなとも離れてってね、みんな大人に成長してって、で、一人になって、で、25歳、これ今の年齢か。ちょっと寂しさがあるね。あっという間なんだよな。大人になってからもあっという間って思うけどさ、今思い返してみると子供の頃もあっという間だったよな。あ、なんか優しい大人の実況しちゃうかも今日俺。あ、変な絵。でもこう見るとちょっとセンスあるようにも見えるな。で、下に進めばいいのか。あー、そっか、昔作ったものを取り出して見てたってことなんだ。うわ、これこそエモいっていうのかな。で、またしまって、いつもの日常に戻るってことなのかな。うん。そして、チャプター3、音楽。お、ロック、実績のロックで優柔不断って出たの。音楽か。何を聴いてるんだろう。うわ、このゲームすごいな。なんか簡単に言っちゃよくないかもしんないけど、おしゃれじゃない。食べ物はリツイートして OK でしょ。で、この楽しそうな友達はいいねしよっか。で、ここもいいねだな。人は基本いいねしてあげよう。で、ワンちゃん、なんか同じものをいいねしてない？いいね。ああ、うん。スマホいじりすぎて電池が切れてしまったと。いや、でもさ、なんか歩きスマホまず良くないからね、フローレンス。でもこういうのって、電池が切れて、いや、スマホ見ないね。外ってすごくいいよ。俺ちょっと意識して外歩くときとかさ、どっか移動中とかはさ、絶対スマホ見ないようにしてるんだけど、なんか目に入ってくる景色だったりさ、人見るのもそうだけど楽しいんだよな。進んでこっか。いいね。なんか自分にはさ、あまりないものっていうのかな、スマホなんて言っちゃえばいつでもどこでも見れるからな。あー、音楽が聞こえてきてるってことなのかな、これは。おお、飛んだ。武空術。何この演出。え、まだ別にストーリー的に泣けるわけじゃないのに、もう鳥肌が立ってる。フローレンス、いいね、こういう、うわー、いいな、こういう場所。あ、なるほどね、この演奏が聞こえてたってことなのかな。今のご時世的にもこういうのって見れないからな。そっか、音楽を聴いてたらこの演奏には出会えなかったってことか。あら、恋してないか、今のに、今の人に恋してないか、フローレンス。そして幕、衝突するの。まだ恋してる段階なのに衝突ってするの。チャリ乗ってて衝突だとただの事故だけどね。シンプル事故だけどね。チャリの絵で衝突って書いてると。これは？あー、なるほど。ピントを合わすのか。こういう風に下げてったりして。あ、来た来た来た。
演奏してた彼だ。こうやって恋は始まるんだね。いいなあ、なんかちょっと羨ましさもあるわ。で、これはどこら辺だ。ここら辺でこうか。おう、事故、普通の衝突してる。本当に普通にチャリの衝突してるね。大丈夫？フローレンス？大怪我してない？フローレンス？もうなんか二つ、ザ・タッチみたいになっちゃってるけど。ここら辺で、ここ合わせれるのかな？来た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 。はい、なんか予想外の怪我みたいな倒れ方してるもんな。で、ああ、もう普通に事故っちゃったと。で、なんだなんだなんだ、プレデターみたいな感じになってるけど、ここで、あ、まさか、ちょっと待って、これそうじゃない。ちょっと待ってね、ぐるーっと行って下も合わせれるか。あ、こう、あと上か、こ、こっちか、こっちか。うわー、どうだ、あ、ここだ、ここで、ここだ、ここだ、あ、もうちょっと、あー、彼だ。助けてくれたのかな。大丈夫カイト。うわ、優しい、惚れる。レモン色のジャケット着てレモン拾ってくれてる。うん、あー、これで今大丈夫だったみたいな感じで、病院行かなくていいのみたいな感じなのかな。クリシュ、あ、知り合ったんだね。クリシュか、クリシュとの、うわー、付き合い始め一番楽しい時期じゃん。付き合い始めと付き合うまでのちょっと駆け引きしてる時間、一番楽しい時間、トップ2だよね。その時間、付き合い始めとその寸前みたいなの。そして、うわー、ちょっと照れちゃってんのか、クリシュに対して。フローレンスが何頼むって言って、会話をするってことなのかな。これはピースを持ってくのか。はい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 。で、右上、あ、意外と、あ、ちょっと待って、これ合ってんのか、この場所。待って、まず隅っこから埋めていこう。あ、なんか合ってんな。で、左上入れて、この会話してる。いやー、でも最初のご飯とか緊張するけど、めちゃめちゃ楽しいだろうね。で、あれなんだろうな、家帰ってさ、あ、思ったよりうまく喋れなかったみたいなさ。フローレンス、フローレンス、もっとなんかたくさん喋りたかったなみたいな、なんか嫌われてないかなとか思っちゃったりするんだよね。でも意外とね、相手はそんなこと気にしてないよっていう感じで、会話って楽しいよな、そういう風に喋ってるって。で、こうして入れてって、あ、さっきより分かりやすいな。はい、よいしょ。で、また話すと、会話して、もうどんな些細な話でも楽しく感じるんだろうね。で、次は一緒に買い物行ってんの。うわ、もうずっと羨ましい。ずっと楽しそうな時間、二人で同じもの買って、うわー、一緒に食べて、ちょっと違うもの買ってんのかな、味は。で、そっち食べさせてよみたいな。いいなー。あー、すごい、ピースが、あ、これピースが少なくなってんのはさ、あれなのかな、もう自分で自由に喋れるようになったってことなのかな。考えすぎないで彼とも喋れるようになったみたいな。いいねー、この付き合い始めの時間は楽しいだろうな。真ん中、あ、もう3つになってる。もう自然と、自分が自然体で喋れるようになってんのか。で、この彼との時間もあっという間に過ぎてくもんなんだろうね。で、右入れて、はい、いや、俺もやりてえわ、ちょっとさ、そっちの味食べさせてくんないみたいな。え、はい、あーみたいな感じで、え、あー、いいのって、あー、ごめんみたいな。ゲームで俺も体験しよう。フローレンス、俺も一緒にそこの人生に加わせてくれ。で、あー、おしゃれなバーとか二人で行って、ご飯も食べて、夜景も見えるレストランとか行ってね。で、付き合ってさ、デートして、お酒も飲んで、で、会話も楽しくて、で、まだこの時間終わりたくないみたいな。もういいな。うわ、もう2個になってるよ。親密になってるんだね、彼との関係値が。
もう自然、彼といる時間が一番好きってなってんのかな。あっという間なんだの時間っていうのも。もう一個になってる。うわ、一個しかずらしてないのに。うわ、いいゲームだね。なんか俺の実況では考えられないぐらい綺麗だと思う。うん、次幕3か。夢、演奏家の夢みたいな感じなのかな。うわ、羨ましい。何気ない時間っていうのが俺一番好きだから、こういうの一番羨ましいかもしれない。手まで繋いじゃって、恋人つなぎして。あーでもあれか、クリシャ夢を語ってんのか。俺こういう風になりたいんだみたいな感じで。で、あ、下じゃない、上だ。あ、おお、あー、なるほど、演奏家になりたいってことか。あー、これいいな、このシステム楽しいな。ちょっと前にやったビハインドザフレームみたいな感じの雰囲気あるな。あれもかなりいいゲームだったからな。こっちの方が全然先に出てるんだけど。はいはい、で OK かな。あー、たくさんの人の前で演奏するのが夢なんだみたいな感じか。で、あー、でこれもまたクリッシュの夢を聞いてるって感じか。なんかこのクリッシュやだな。この持ってる方のクリッシュはいいんだけど、なんかこっちの金持ち出したクリッシュみたいなやつやだな。ちょっと調子乗り始めクリッシュ嫌なんだけど、このクリッシュやめて。今のクリッシュでいてえな、クリッシュ。うん、クリッシュヘムラジュニっていうのか。で、あー、そっか、夢の話を聞いて私は何してるんだろうみたいな感じになってんのかな、フローレンスが。あー、いつもの歯磨きの時間。あー、昔描いた絵、今フローレンさん何を思うんだ。あ、かわいい。やっぱ女の子は笑顔が一番かわいいよな。あー、なんかあれなのかな。あ、そういうことか。絵を描きたかったってことなのか、フローレンスも。多分そうだよね。画家とかになりたかったってことなのかな。うん、やべ、サクサク進んでいく。面白すぎてどんどん進んでいくんだけど、話の脱線とか何も考えずに、俺もまるでフローレンスになったかのように話しちゃう。チャプター7、刺激。汚ねえな部屋。大丈夫か、この汚ねえ部屋。嫌われるぞ、汚い部屋って。でも刺激がない、汚ねえ部屋。汚ねえ部屋、これ俺何をするんだ。あ、片付ければいいってことか。まあ、靴下、まあ、洗濯入れろって思うけど、まあ、ここら辺は揃えるだけでいい。おか、食べ物類 NG だわ。部屋汚くても別に全然いいけど、食べ物だけはちゃんとしててほしくない。それ以外はまあ片付けりゃどうにかなるでしょって思うけど、うん、人形を観葉植物に変えるな。植木の法則かも。で、これ、ああ、ゴミもゴミとかを片付けてね。これ押せばいいのか、全部。ここら辺は、あとここもか。で、部屋は綺麗になったと。部屋をきれい、あー、フローレンス呼んだってことか。うん、でもさ、最初さ、あ、まだ付き合い始めでしょ、だから綺麗に、部屋も綺麗にしてちょっと呼んでるみたいな感じあるけど、まあ長く付き合っていくとそういうのなくなるんだろうね。汚いままの部屋になったりして、で、フローレンスはそういうところが嫌でみたいな感じの、ちょっとあるあるな感じになりそう。へーって、綺麗な部屋だね。うん、何これ、なんだこれ。ミュージックアカデミー、取れんのか。取れた。ミュージックアカデミー入学願書。ああ、夢があるって言ってたもんね。今からミュージックアカデミーに行こうって思ってるってことなのかな。入学願書。何なんだろう、この表情。ちょっと行きたいと思ってるんだみたいな感じかな。ああ、ちょっとあれか、自信なかったのか。今からじゃ遅いかなって言って、で、フローレンスが背中を押してあげて、そういうことね。なんだこれは。あ、こうやって、あ、何このいいゲーム。そうなんだよな、夢を追いかけるのなんてさ、
まあその年齢の制限とかがある夢に関職業に関してあるかもしんないけどさ、夢を追いかけるのに年齢なんて関係ねえよ。ああ、いやいいゲームだ。そして何よりこのフローレンスがいい子、ものすごいいい子。うん、でもフローレンスも夢を追いかけた方がいいんじゃないのかな、絵を描きたいっていう。あーいいね。うわー、何この幸せなカップル、ずっとこのままでいてね。このゲームの雰囲気的になんか悪いことは起こんないだろうけど、ずっと幸せなままを見たい俺は。あーいいな。うん、チャプター8、探索。探索、これは何かをタッチするのか。なんだ、あー写真が現像してる。二人で見に行ったってこと？これをなんか貼るのかな。クリシの音楽仲間、あーなるほど、音楽二人で、いやいい、なんか充実してんな。引くほどにリア充だなこのカップル。でも幸せでいてくれ、頼むわ。これはなんかずっと待ってればいいのかな、なんかあるのかな、こう現像、あーこうだね、この現像する写真なんかこうくるるって振ると早く写るみたいなあるもんな。クリシの初めてのお寿司、あデートの初めての、うわいいなー、いいなー、ずっと思い出をこうやって地図に写真に貼って、何これ、俺もやりたいんだけど。アートギャラリー2人で見に行ってね、刺激のある日々だね。で次はヘムラジャニー家、ヘムラジャニー一家かな、なんかクリシの名前確かヘムラジャニーだったもんね。ヘムラジャニー一家、あー相手の家族ともね写真撮って、何もういい、俺フローレンスだと思い込む自分をすごく楽しい、満足してる今。スケートボードのレッスンずっと楽しそう。でもその分仕事してご仕事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 の毎日だったから、こういう風にクリシとの出会いで変わってってんだろうね、人生の楽しさっていうのを見出して。そして森でハイキング、ずっと楽しそうじゃん。なんだよ俺は毎日毎日パソコンに向かって一人で喋って編集して投稿したら一日過ぎるって、俺もこういう風にいいな。楽しい日々だよなこれ。そっか、これを貼ってあるから仕事頑張れるぞっていう。ああフローレンスとクリシュか。マーク3で次がマーク4、食料品。食料品、あ海外のスーパー、海外のスーパー行ってみてえわ。なんか海外のスーパーって見てるだけで楽しそう。あ普通に何のお話してんだろう、次何買うみたいな感じなのかな。このね、ただ一緒に買い物してるだけっていうのでも俺ね十分楽しめるな。あ会話か、はいはいはい。今これ一緒にいてどれぐらいなんだろうね、今日何食べるみたいな感じ。あいいいいいい、クリシュが話してくれてる。で、あこうか、あ次私のターンね。今日何食べよっかな、何、オムライスとかかな、俺オムライスとか、オムライスとかいいな。俺なんか今パッと言ったけど今オムライス食いたくなってきたな。あクリシュ話すのがスムーズ。あれ知らん間に険悪になった、知らん間に険悪になってない、どうした、食べ物のことで喧嘩してる、もしかして食が合わないってやつ。ちょっと大事って言うもんね、食が合わないって。あこれはうわすごい、早口で早口まくし立ててくる、論破してくるタイプだ、女の子がちょっと嫌がるやつ、そういうことを言ってほしいんじゃないのって。あ喧嘩してる、なあ仲良くしようぜ、お互い傷つけ合いたいわけじゃないんだろ本当は。でも食って合わないと大変って言うもんね、俺結構偏食家だからさ、俺結構大変な人間なんじゃないかなって思っちゃう。多分きっと、うわー怒らないでクリシュが話してる。あこれ俺入れればいいのか。
相手が、ああ、じゃあやばい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 、一方的に言われてる。でもこういう、ああ、こういう風な言い合いって俺、苦手だな。言い合いって苦手だし、なんかうまくそういう話できないから、俺すぐ謝っちゃう気がする。なんで謝ってんのみたいなこと言われそう、でも。なんでごめんなのって言われそう。ああ、帰りの喧嘩。ああ、もう帰り喧嘩してお互い見なくなっちゃって。仲良くしようぜ。ああ、悲しい。クリシュ、フローレンスが、あ、クリシュ傷つき明け、傷つき合いたいと、あーいいね、あーこれでいいのよ。そしてフローレンス偉いわ。まず自分から謝ったんだろうね、ごめんクリシュって言って。先に謝れる方はもう偉い。あーいいいい、この関係地でいて、もうこれ以上の喧嘩起きないで。そして、ああ戻ってきた。楽しい二人の日々に、日常に戻ってきた。にしてはちょっとあんま美味しくなさそうな色のものを作ってる。それ何？二人で料理して、6ヶ月後。まだ1年経ってないんだ。ああ、まだ楽しい時期なのかな、6ヶ月後って。ちょっと見え始めんのかな。同居！これはまた大きい一つの出来事ですね。いいところも見えれば、ちょっと相手の嫌なところも見始めるっていうね。でもこういうのはした方がいいっていうもんな。チャプター10同居。何もわからないでずっと語ってるけど。これはクリッシュが持ってきたってことなのかな？今の見る感じ。いいね、こういう写真とか飾ってんの。いいな。うちの玄関なんて何にも飾ってねえぞ。靴が乱雑に置いてあるだけで。なんだこのおしゃれな感じ。あ、靴か。これは持ってきた靴を置くってことなのかな。ストレージ、なんか捨てるのか。あー、これは、あ、一個捨てなきゃいけないんだ。どうしよっかな。でもこれフローレンスのもあるんだもんね。だったらフローレンスの置いてあげたいから自分の捨てるでいっか。うん。で、次は、あ、キッチンに置くもの。これ同じのあるからいらないっしょ。何これ、香辛料。ちょ、置いとおっかな。置ける、あ、置ける置ける。え、なんでこれ、ここ置ける、あ、置きな。なんかあんまり俺こだわりないからさ、こういうのに関しては全部フローレンス任せというか、まあ、任せるっていうのもよくないのかな。あまりなんかゴリゴリ無駄なものを置きたくないから、ちょっとこれとか全部捨てていいっすか。俺まあなんか、これフローレンスのもの捨てれんの。え、これフローレンスのもの捨てれんのかな。あー、フローレンス、ごめん。あー、フローレンス、いや、余計なことはしない。フローレンスのものは、こっち置けんのか。あ、置けね。ちょっと待って、フローレンスのものを避けてまで俺のものを避けようとは思わない、俺は。うん、多分これ性格出てるかもしんない。ちょっと全部俺のはいいや。俺のはいいわ。フローレンス必要だったら俺買ってくるから。で、いやー、すごい散らかってる洗面台。洗面台散らかってんなー。あー、でもこれはこうかな。俺はこの歯ブラシ1本あるだけで十分だもんね。うわ、いいねー。なんか心が温まるというか、優しくなれるわ。この謎の像はいい。なんか、あーあー、キャンドルね。女の子好きよね、キャンドル。キャンドル好きよね。キャンドル純、広瀬涼子の旦那。あ、まあ俺のものはまあ別にいらないかな。あ、でもスケボーとかはちょっとな。星川ある。星川じゃない、星沢ある。これ空気、いや空気入れって、でもこれめちゃめちゃ大事だよね。フローレンスチャリ乗ってたし、ちょっと本いいかな。ごめんフローレンス、ごめん、これ読んだしょ、ごめんよ。あ、レコードは欲しい。だって、あー、音楽やってるわけだから、これ避けれんのか。お母さんとの写真は大事にしてほしいから、こうして、ちょっと待って、こだわり出しちゃっていい？ここ上2つで、ここめんね、フローレンス。音楽と、これ多分レコードでしょ？置いて、あといらない、まあ俺の人形はいらないかな。で、これちょっと大事にしてそう。だからここを、こっち、捨てて、
せっかくなら上に写真を置きたいね。ああ、これで行こう。いい、多分これ何も関係ないんだろうけど、いい一枚じゃー。何このソファーに座って二人のさ、何気ない時間、そんな見つめ合ってたらもうキスじゃん。いいな、なんかずっと羨ましいと思いながら実況してるこのゲームを。ミュージックアカデミー本日オーディション、お行ってこいよ、頑張ってこいよ、あ行ってくるねって、頑張ってって感じかな。でプレゼント、あもら、あこれもらってんのか。ああ、気づいてたんだね、絵を描きたい。あーいい一枚、うん、頑張ってきて、絵を描くのが好きっていうのをずっと知っててくれたんだね。一緒で幸せ、今俺も幸せだわ。このゲームやってるだけで幸せな気持ちになってる。チャプター11、いいなねえ、俺なんてもうさ、実況、ゲーム実況者という癖しかないことをやってるからさ、もう目覚まし時計なんて特にかけるわけでもなく、かけたとしても別にその時間に起きるわけでもなく、ただ一人でゴロッ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 してもう全然こんな感じじゃない。いい、一緒に朝ごはん食べていいね、いいね。俺なんて夜一食とかの時あるからね、全然食べればいいのかな。はいはいはい、あれフローレンス、耳は、フローレンス、フローレンス、耳残すの良くないよ。これ食の、別に耳残してもいいけど、別に耳残してもいいけど、だったら俺食べていいってなっちゃうけど、全然残していいけど、だったら俺もらっていいかなってなっちゃう。で、あー今まではね、あー何これ、今までは一人でさ、友達の写真とかをいいねとかしてたけど、今はいるから、あー大好きあーいいね、ちょっと同じのとか送っちゃってね、なんで真似するんだよみたいな、なんだこれ、なんちゅうのろけをしてるんだ、ちょっと泣いてみるか、悲しいよみたいな感じで元気出して、何この幸せな時間、ずっと楽しい時間、え、なに、あ、俺が何もしてないのに仕事が進んでく、充実してるってことか、それほど。あ、一緒に料理とかして、何すんだろうこれ、あ、炒めればいいのか、ちょ、だいぶ大胆な炒め方だな、あ、置けばいいのか、で、炒めればいいのか、できた、これ何作ってんだろう、で、うわ、今の主人好き、彼が夢に向かって頑張ってる姿を自分も大好きな絵で残しとくっていう今のシーン好き、ずっといいゲームこれ。で、あーフローレンスの絵をまた描いてね、フローレンスの絵じゃないねはいはい、肉種の絵を描いて、これで OK なのかな、ちょっと一応最後まで綺麗に塗っておきたいな、こういうのもちょっとこだわっちゃうな、オッケーか、うん、ね、幸せな時間、一緒の幸せな時間なんだね、いい。幕4が終わり、幕5、日常、これが当たり前になってるってことか。1年後ってなるとまた変わってくるよね。最初のなんか付き合いたてのお互い好き好きのタイムがもう終わってるわけだもんね。しかもずっとくっついてるとかももうなくなるってことなんじゃないの、一緒に料理するとかも。チャプター12、日常、なんか暗いな。そして、ああそうやね、一緒にもう寝、一緒に寝るけどくっついて寝なくなったって感じか。で目覚ましがかかって、ああでもいいじゃんいいじゃん、二人で一緒に起きて、先にどっちかが起きても勝手に支度するとかじゃなくて。でミュージックアカデミーに肉種は行ってるんだね。1年経って、あーあの頃の感じではないから、また自分でこうやって作業する感じか。はい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 、いつもの仕事の日常になった、この肉種との時間が日常になったってことなんだろうな。
まあ、それはそれで楽しいと思うけどね、めちゃめちゃ。お母さん怖。絶対鬼伝お母さんだな。お母さん、うん、大丈夫よ、やってるやってる、うまくやってる、うん、分かってるって。なんでもない、仕事のこと。ああ、お母さんはずっと子供が心配なんだよ。なんかお母さんの後ろにある写真が俺ちょっとうるっときちゃうもん。子供の頃お母さんにとってはずっと娘だからね。こっちはもう大人になっても子供だよな、お母さんからしたら。心配しないで。うん、もっと楽しく会話してほしいけどな。で帰ってきて、なんかちょっと寂しさがあるな。いや、一緒にいるっていうことはそういうことなんだろうけどさ、ちょっと寂しいよな。距離が生まれてるわけじゃないんだけど、うん、もうそういうのじゃないんだみたいな。フローレンス、耳残すんだったら俺食っていい？で、それぞれでもう寝ると。あ、でもまあ一緒にベッドで一緒に寝てるんだったらいいと思うけどな。にゃだ、やりたくない、衰退はしたくない。俺すっごい嫌な予感する。やりたくない、衰退なんて。ああ、幸せ、羨ましい。何この写真、めちゃめちゃに羨ましい。ああ、これは時を戻すのか。これ時戻してな、進めていくのか。時を進めて、うん、2人の最初の幸せな時間があって、それが日常となって。ああ、やだやだ、戻すもん、やだよ、そんなの見たくないよ、二人の。ちょっと距離が生まれる。うわ、やだやだやだ、俺ここの境目進みたくない。うん、でもこれが普通なのか。そういうことなんだね、これで衰退していくのか、二人の関係が。お、肉種の夢が。え、あー、そっか、時間も経ってるから焦りにもなってるってことなのか。夢を追いかけることが楽しいはずだったものが焦ってやるものになっちゃってるんだね、肉種にとって。あー、これはちょっとかわいそうだし悲しいね。で、そういう風に焦りになるとさ、フローレンスとの関係も多分良くなくなってくるんだろうね。あー、やだなー、ちょっとそういうの悲しさがあるなー。こういうのって楽しかったりするからこそ、自分でさらにいいものも作れるから、焦りとなったらいいものも作れなくなっちゃう気するけどな。でも、うん、分かってはいてもできないんだよってやつだよね。そして肉子からプレゼントしてもらったやつか。で、進めてって、手紙、手紙が、あー、大好きな人からのプレゼントも、うん、仕事が忙しくなって関係も良くなくなって埋もれていってるのか。お互いに余裕が生まれなくなってんだな。いやー、仕方ないことだと思う。喧嘩しない人なんていないと思うよ。でもやっぱ俺はフローレンスと肉種にはずっと幸せの楽しい、でもこういうのを乗り越えてこそっていうのもあるもんね。そうだよね、それは喧嘩しない人たちも全然いると思う。でもこういうのを乗り越えてまた一段と二人の絆が強くなるっていうのもあると思うから、喧嘩か、辛いよな見てて。ああ、もう会話もしなくなっちゃってるんだね、お互いが。あ、喋れる。どういう、まあ些細なことなんだろうね、喧嘩するっていうのは。ああいうの嫌なんだけどみたいなこととか。ちょっと怒り口調だね、肉臭。怒り口調で言ってきてんな、こっちか。なんでそんなに強く言うのみたいな感じでフローレンスは怒ってんのかな。そんなに、そんな言い方しなくていいじゃんって。お前だって怒ってんだろみたいな感じの。うわー、ちょっと悲しい。あの、
始まりの幸せな時間を見ているからこそちょっと悲しく思える。理想論ばっかり夢見ちゃいけないんだね。強い口調で怒ってる。そしてこっちのフローレンスも強い口調で怒る。お互いの存在が当たり前になりすぎててさ、大切なことっていうことをもう分かんなくなってんだろうね。あー、これ泣きながら言ってんのかな、合わせんのか。いや、そうだろうね。もう当たり前すぎて何言ってもいいとか自分の思いを優先したくなっちゃうんだよね。相手の意思を大事にするっていうより、自分の付き合いたての頃はそんなことなかったくせに。悲しい。なんか俺二人の喧嘩こうやって進めてんのが悲しいわ。どっちも謝らずに、どっちも本当は好きなのに言っちゃうんだろうな。あー、フローレンス後悔するんだよね。あ、お互い後悔するんだよね。そうなんだよな。結局なんであんなこと言っちゃったんだろうっていう風になっちゃうんだよね。前みたいに謝らないのかい。これはパズルか。これ右上かな。で、こうかな。合わさって、こっちも合わさって、ここか。これどう、これどう繋がんだ。こうし、あ、これもしかして、うわー、やだ。え、やだ。こうがいい。こうじゃなきゃやだもん。こうしようよ。ねえ、こうしようよ。あー、あ、え、愛すらしないピースが、うわ、ピースが合うことすらなくなってんだ。亀裂が、うわ、悲しい。さまよい。暗くなってるもんね。これはこうでいいのかな。こうか。あ、あったあったあった。難しい。あ、ちょっと動かないで。ちょっと動くんだな。こうで、これ右上かな。で、こうしていけばいいのか。これもうちょっと下か。左下、ここで、ここで、これ左下。あ、でも関係値修復みたいな写真にはなってるけど、でもちょっと勝手に離れてくんだよな。パズルが勝手に離れてく。あ、なんか、あ、もうなんかやだ、もう。でもリアルなんだよね。全てが、全部が全部楽しいことだけじゃないよっていうのが。引っ越し。これだったよな。これもか。で、これもだったっけ。はい、これ、いや違う、いや持ってっちゃダメだ。合ってるよな多分。これも俺の靴だったっけ。あれ、なんか一個フローレンスの持ってってる気がするけど。それはそれで家に帰った時に泣いちゃうんじゃない。見て、あ、同じトースター置いてある。これと、いやでもな、なんかこれ持ってったら持ってったでさ、悲しい気持ちになっちゃわないか。トースター2個あんだったら1個ちょうだい。うわー、持って。この写真、これもか。あ、これも確か持って。もう俺が置いてるやつと違うやつがあんな。うわ、この写真のやつは子供の頃描いたやつか。ダメだ、写真を持っていけない俺は。で、しまうのか。
一旦お互いが距離、うわあフローレンス、お互いがお互いちょっと一旦距離取りましょうっていう感じじゃなさそうだけどね。ダメだよフローレンス、それはダメだ。え、やだな俺こんな、いや俺無理かもな。この二人のさ、デートだったり楽しかった一年間の思い出を、俺泣いちゃうもう。でもやらなきゃ進まないのか。引っ越しが終わり、断片。俺もう17までやってんの？夢中でやってるから何も知らずに気づかずやってる。チャプター17、断片。どうするんだこれは。あ、モテる。憎しとの記憶を消すってこと？うわぁ！つらっ！ちょっと待って、このゲームつらいって！ねえ、幸せが待ってんだよな、でも。うわぁ、これは、進めると。つらい。いつも隣にいた彼の姿がないってことでしょう。日常が日常じゃなくなって、そしてまたいないのが日常になる。ああフローレンス、憎しも絶対同じこと思ってるよ。お母さん、お母さんも話を聞いてくれてんだろうね。心配そうな顔してて。手放す！なんかお別れみたいなルート行ってない？手放す。立ち止まって。歩いていくと距離が生まれてく。何をすればいいんだ？手放す。あ、待って、これちゃ、これもしかして。そういうことか。コントローラーを手放して、フローレンスとニクシの関係を終わらせるってことなのかな。一人になっていく。でも、不思議なもんでこういうのって時間がほんと解決したりするんだよな。人によってはずっと引きずったりする人もいるけどさ、基本的には時間が解決するっていうよね。のある程度、ある一定の時期を超えればっていうさ。でもその超えるまでの間に友達だったり家族とかの支えがあったりして超えれる人とかもいるっていうもんね。目覚める。そうだよね。肉親はいなくなっても必ず目覚める時は毎日来るもんな。押すのか。起きてフローレンス、朝は必ず来るんだよ。あら、プレゼント。なんか泣いちゃいそう。大の大人である俺がもうたったこの、特にセリフもなくさ、ストーリーも割と分かりやすく、まあよくある、あ、よくあるっちゃある、なんかね、恋愛の一つの物語としてはありそうなストーリーだけど、表現の仕方だったりこのゲームへの没入感が強いのかな。でもまた筆を書き出して、そしてフローレンスの表情も少し明るくなってるから、
乗り越えてまた次の人生を歩んでるってことなんだろうね。うん、いいね。あら、髪も切って。そうだね、あれだけが自分の人生じゃないからな。わー、いいじゃん。でも、あー、でもちょっとこれでこのままなんかちょっとなんか終わりそうな雰囲気出てるけど、いやー、なんか珍しいね。復縁してやっぱり幸せですっていうルート、まだその可能性もあんのかな。あ、お母さんと料理準優勝。あー、絵描くので自分でコンテストとかに応募したりしたってことなのかな。画家を目指してるってことなのかな。スケッチクラブにも入って、老婦、あー、にゃんこを買ったってことか。で、フローレンス、あ、お店をやったってこと。うわー、人気じゃん。リツイートもいいねも多く回って、一つの自分の、あー、夢だったことを仕事にできたってことなんだね。うん、あ、これか。それはそれで一つのいい人生だもんね。いや、なんかいい、このゲームいいゲームだわ。多分今俺がやってみんなに一通りストーリー分かったかもしんないけど、なんかふとした時にやってほしくなるかも。チャプター20、踏ん切りをつける。ああ、いつまでもずっとくよくよしてるわけにいかないし、もうフローレンスとしても踏ん切りをつける時が来たるんだ。いや、もう来てるんだろうね。もう自分で分かってるし、踏ん切りつけれるんだろうな。この感じだと。しまいまいるか。頑張ってください。仕事のあれなのかな、やめてもう自分の人生、違う、第二の人生歩んでいくってことなのかな。はいよ。で、あっ、クリシとの楽しい日。うん、ね、なんか喧嘩して別れたみたいな感じで終わって、ちょっとさ、嫌な感じで終わんのかなって思ったけど、絶対楽しい日の方が多かったはずだからな。喧嘩って数日だけど、楽しい日の方が絶対多かったはずだからな。ああ、いい思い出としてフローレンスが、うん、強い子だな。これもしまって進もう。え、何このあったかいゲーム、なんかもう泣いちゃいそう。お母さんとの写真か。ああ、お店もやってるし、画家になったのかな、絵も描いてるんだもんね。で、ああ、個展を出してるってことか。いいね、なんかいいゲームだね。ああ、絵の紹介とかをしてんのかな、この絵はこういうので描いてみたいな。で、いろんな人が来てて、ちょっと待って、これ肉種来たら俺泣いちゃうかもしれない。肉種が見に来てたら。で、ああ、お客さんと話して、なんか次の私のところにも出してほしいんだみたいな話とかをしてるってことなのかな。いろんな人が来て、いろんな人が楽しんでってくれて、これはこれで充実した日々だな。肉種は来なかったか。これがフローレンスの人生になってんのか、今の。そして、何が来るんだ。終わった。あー、終わりか。何この時間、約1時間、なんか短編映画見てる感覚だったんだけど。実況っていうよりは、起こってる物事に対して、ああこういうことなのかなみたいなさ、ただ俺の感想を言ってるだけだったけど、すごい素敵な気持ちになれるゲームだった。途中さ、喧嘩起きた時とか、ああとか言ったりさ、ラブラブな時はいいなみたいな、すごいなんか俺も一緒に喜怒哀楽を出せて、
どっちかというとなんか大人な楽しみ方っていうよりその当時本人のような楽しみ方してる気がしたわ。いいゲームでした。めちゃめちゃいいゲームだった。でこれ最後また肉種が出てこないっていうのもちょっとなんか粋な演出だよね。もう実は気づいててこっそり見に来て最後再会して終わるとかじゃなく、フローレンスはフローレンスの人生、肉種は肉種の人生を歩んでんだよっていう風にそうやって終わるっていうのもまたいい終わらせ方してんな。いや素敵なゲームでした。このゲームに携わった全ての皆さんに感謝して、そして見てくれた方、私今回もういつもみたいな感じの実況ではなく、ちょっと一人の人生をね一緒に追うっていうトークの仕方をしたんで、ちょっといつもと違う感じがしたと思うけど、ご視聴ありがとうございました。すげえ楽しい時間だった。プレイテスターの方、あー結構昔のゲームなんだもんねこれは。フローレンスか、俺スチーム版でやったんだけど、多分スイッチとかアプリもあんのかな。これでおしまいかな。音楽、あコンプリートって出てた。あーありがとうございました。めちゃめちゃいいゲームだった。メニュー戻るか。音楽も良かったね。あ、なんかもう、泣いちゃいそう。ダメダメ、もう終わり、泣く。